これそのまま一緒に。
ください。なのでございます。この氷川丸は戦前活躍したものになります。戦前ですね、北米航路という航路がございまして、アメリカのシアトルですね、そしてこの横浜間を1位と乗った足を進んでいきます。そうしますと、この米軍の向こう側を一人横浜キャプテンが一斉に見えますね。
係留している船でございます。海底ケーブル埋設船でございます。よく見てください。今こういう形の灯台はほとんどない。見ることはないと思います。古い灯台ですね。生まれはなんと明治29年前。かれこれ120年以上経ってますよ。働き者でございます。今でもね、暗くなりますと赤い点滅灯ですね。西岡沖に点滅を繰り返しているね、働き者の赤灯台でございます。広い広い東京湾の中で一番古い灯台になります。鉄でできておりますね。高さは 14.8 メートルほどございます。分かりまして、ここがこの赤灯台管理をしております。非常に古い灯台でございます。行く先などもね、一切秘密でございます。